赤星、赤崎、瀬尾、赤星よしよし TV。 はい、さあ始まりました、うん、夢を語れ埼玉。いはい、赤崎さん、ストリートっぽいですね、なんかすごい、いや後ろのね、そう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 、感じが、まあこちらね、東武スカイツリーラインの大袋駅でございますが、多分7分ですね、うん、で、あの白山に夢を語れってあったじゃないですか、うんうん、これが俺の生きる道になってしまったんで、はい、まあ、一応夢を語れ全国に今あるんだけど、うん、関東ではこちらのお店だけです、レアな感じで、ね、レアです、うん、で、店長さん、うん、ね、かつてあの松竹芸能の、うん、あの活動してた芸人さんでございまして、うん、ただ大食いのタレントとしてもですね、なんとワンコスメ200杯以上も食べられるという、いやすごいわ、とんでもない大食感の店長さんなんですね。そんな店長さんが出してくれる、うん、こちらの基本メニューですね、うん、ラーメン、味噌ラーメン、汁なし、ミニラーメンとありまして、うん、T シャツがあるんで、ザキさんは、いや、やっぱ T シャツは大好きなんで、やっぱ買っちゃいましたね。T シャツが大好きですからね。戦争は終わったと書いてありますけども、うん、ね、T シャツとラーメン込みの値段、ね、あ、そうですね、込みです。本当だ、そうなんですよね。私は、シンプルに汁なしを選択、うん、選択ということでね、うん、久しぶりにラーメンじゃなくて汁なしを言っておりますが、こちらでございます。あら、いいね。汁なしを麺増しにして、うん、全部増し増しなんだけども、うん、増し増しにするとこの100円なんですね、うんうん、で、プラス、この真ん中のチーズを、トムとジュリーのね、出てくるチーズの色、色合い的にも確かに、こんな黄色いチーズね、別泥、そうなんですよ、まあ、辛めの増し増しだけ無料で油と野菜増し増しにすると、うん、それぞれは別々、今回はもう一緒になっちゃいましたね、はい、でですね、汁なしにはこのフライドオニオンと辛味パウダーが入る。これはラーメンにはないやつですね、確か、はい、ね、なかったですよね。なかったですね。なかったですね。はい。はい、で、このチーズトッピング、うん、四角いスライスチーズね。これはなんと関東ではかなりレアなんです。やっぱそうだよな。そうです。後ほどね、解説は。色合いがやっぱね。そうなんですよ。チェダーかな、チェダーチーズかな、解説の着丼の瞬間もよく撮っておりますが、うん、先にこっちが来て、後から、ね、2杯目の。もう1個頼む？ 2 杯ラーメン食った。ように見えますけども。これはお野菜の。はいはい、あ、豚ちゃんがまたね。これなんですよ、いいね、食感がですね、ややほろ、うん、で、この分厚さなんでね、まあ肉肉してるお肉だなというのが第一印象でございます、うんうん、ね、夢方といえばね、うん、この塊肉なんですけども、うん、今回なんと今豚追加した場合は、うん、バラ肉にもできるらしいです。あ、そうだ、バラエティ豊かな肉、バラ肉ですね、そういう逆バラ肉、バラエティ、バラエティ油をね、いきますね、ちょっと細かく、ほんのり、味付け油といった感じでしょうか。どっちを食ってるか分かんないもん、これもはや、これはサブですね、サブ丼を食っております。白米みたいなもんですよね、これ。確かにな。おかずと野菜とで、でもこれ油と野菜でね、しっかりしたシャキ野菜に、こってり度が、入ってギャップのね、うん、美味しさがありますよと、うん、いうこと。あ、ザキさんはもう今肉にチャレンジしてますけど、うん、隣で、あ、どっから、何探してる、なんかどっから食っていこうかなと思いましたが、うん、フライドオニオン油からいきました。まだ混ぜずに、ね、まだ混ぜない、うん、カリカリコテコテダブルアクセント、これも非常に美味しかったですよ、うん、ねえ、フライドオニオンも混ぜたらいいなと思いましたけど、うん、ね、十分の量入ってます、十分の量入ってますけど、それ麺ですね、うん、ミニ150、通常250、麺増しがプラス 100g でございますね、で私は麺増ししてるんで350ってことですね。麺増ししてるんかい、どれだ、はい、うわー、ずっしりくる重厚感ということで、うん、重いですよ、非常に、ね、うまいということでね、食っていきますね、インから始まります。自分で作ったからね。まあ、んじゃめな以来ですね。んじゃめな以来の。以来、香りもとつもで、こちらもうまいですね。やっぱ香りが良かったんでね、すごくね。そしてね、チェーンソーメンですよ。あ、チェーンソーメン。チェーンソーメンですよ。当たり前のギザギザなの。チェーンソーメンだ。チェーンソーでやって。連載終わったと思ったら。ここにいました。チェーンソーマンです。チェーンソーメンです、これは。はい。荒々しくね、縮れてる麺なんで、具材を巻き込んで食べていきますね。はい、そしてそうです、汁なしですが、まあまあまああります、まあまあ、種の部分かな、はい、種の部分ったら、まあ、皮乳化系だね、皮乳化系、そうだね、かなりね、醤油が強い印象がね、あ、印象ですか、うん、私はちょっと柔らかい印象はあったんですけどね、うん、少し優しめな甘さがちょっとあったかなとは思いました。まあまあ混ぜたりとかしてるからね、それもあるかもしれない、ね、そうそれもあるかもね、あれ野菜をね、この上に乗っけちゃうとさらに薄まっちゃうんで、うん、別皿にしてくれたら、あ、いいね、多分、うん、はい、そしてこれ、うん、お醤油です。これは。じゃあ飲むなよ。
4です。醤油ですじゃないんですよ、お醤油なんですね。グビじゃないんだよ、ね、尖りがないまろやかなお醤油だったんですね。本当に前は置いてなかったんだけど、うん、ちょっとやっぱり優しめが特徴なスープなんで店長さんがこうあの置いてくれたんですね。タモさんがやっぱちょっと濃いめの方で、ね、へい、醤油ダイレクトの麺でも普通にいけます、いますこれ醤油ダイレクト、はい、ね、ダメだよ、試してください。僕は本当にダメなこと言ってる。わあすげえ。ニンニクいますよ。このマシマシニンニクは取っといたんだって。あ、そうそう、最後の方まで結構取っといました。ええ、ニンニク量で言ったらもう3本の指に入るかもしれないです。はい。で、辛さはそこまでじゃないという。うん、まあ、食感も非常に楽しめるニンニクじゃないかなということで、シャクシャクニンニクでしたねこれね。シャクシャクニンニク。シャクシャクニンニクでした食感的には。はい。さあそしてこういきますよ。フライドオニオンチーズ、これがねラストの方でめちゃくちゃうまかったです。これ序盤の美味しさも確かにあるんだけども、うん、油のドロドロ度、うん、それからフライドオニオンがどんどん汁吸ったヒタヒタ度に、チーズも絡んできてる、うん、これがまってね、これチーズダブルにしてもよかったんじゃないかっていう、序盤と後半の美味しさをそれぞれこう違いを感じても美味しいんじゃないでしょうか。なるほど、わっ、おどうでしょう、あ、同じタイミングでごちそうさんでごちそうさんでした、ね、よいしょー、ごちそうさんでいやー、夢は語らなかったんだけどね、あら当たりませんでしたけど、まず行きましてもらおうか。89.9 ということで、かなり燃料がまあややおとなしめだったんで、うん、95ではなりませんでしたが、はい、ね、食べてきましたね、夢ね、ね、あ、ちゃんと語るんですね。いや、やっぱね、夢は語れだから、まあ、一応俺、ハクさんと沖縄では語ってるんで、ハクさんの時何でしたっけ、あ、でもチャンネルが2万人達成頑張ってますみたいな、達成しましたね、はいはい、沖縄、沖縄は無事帰れるようにとか言ってたんですけど、なんか毛色違う、透かしてんじゃないかよ。そういう感じだった。いやでもね、あ、じゃあはっきり言いましょうか、はい、10万人登録を目指しているんです今。あ、最近ね、はい、なるほど、で、ここに繋がりましたね。なんでちょっとお願いします、これ登録だけちょっとお願いします。夢を語りましたね。夢を語りました、はい、ね、といったところで、はい、この後またザキさんの動画上がります。あ、はい、よろしくお願いします、はい、ごちそうさまでした。Thank you.